このアルバムの収録曲の中でズバ抜けて好きっていう曲は、正直言っちゃえば、ないです。どうも、キョピヌです。ということで。いや、我ながらいい髪色してるな。ということで、もう夏が近づいてきて、もう気温も暑くなってきたんで、アルバムランキングなんかをやっていこうかなと思います。僕、いろんなランキング付けしてきました。例えば、ライブの DVD ランキングだとか、いろんなランキング付け勝手にさせてもらったんですけれども、今回はワンオフのアルバムランキング。これ意外とやってなくて、今回やっていこうかなと思います。未だになれない。ということで、ワンオフのアルバム見ていただいたらわかる通り、ここにありますね。これまでワンオフが出してきたアルバムは、全部で9作品あって、海外輸入版だったり、ミニアルバムなんかもあります。で、今回は、スカイフォールのミニアルバム。これはちょっとなしにしようかなと思います。今回はあくまでもアルバムランキングということで、ミニアルバムはちょっと覗こうかなと思っております。で、海外輸入版は含まれます。この条件の中でワンオクのアルバムランキング発表していきたいと思います。今回はワンオクのアルバムランキングトップ5でいきたいと思います。そしてあまり参考にはならないかもしれないんですけれども、今回この紹介するワンオクのアルバムまだ持ってないよとか、買おうと思ってたっていう方はぜひこの動画を参考にしていただいて、購入をご検討いただければなと思っております。うわー、ブスだな。僕の好きなワンオクアルバムランキング、まず5位はですね、日チシンドロームです。5位で日チシンドロームですかと。2010年に発売、そして6月9日ロックの日に発売されたということで、なかなか印象深いですね。通常版と初回限定版を持っています。そして日チシンドロームを5位に選んだ理由がですね、これも本当に単純で、先日ワンオクの公式 YouTube チャンネルの方で完全在宅ドリーマーが投稿されたじゃないですか。それで完全在宅ドリーマーの今制作中なんですけれども、やっぱり在宅ドリーマーを聞いてるうちに完全感覚ドリーマーも聞いてみたいっていう風になっちゃって、今ね、完全に完全感覚ドリーマー来てます。リピートしちゃってますね。完全感覚ドリーマーがこの日シンドロームに収録されているので、やっぱランクインしちゃいますね。最近ね、完全感覚ドリーマーか在宅ドリーマーばっかり聞いてる。やっぱ聞いてくとさ、いろんな映像とかが入ってきやすいんですよ。編集とかしやすくて、いろんなアイディアが出てくる。だからもう本当に最近は聞いてます。やっぱり日本人大好きなロック系な曲がたくさん収録されていますね。ということで、 Never Let This Go だったり、Shake It Down、 自分ロック、ライヤー。それでそうだ、 Shake It Down なんかは僕が高校2年生の時だったかな。この Shake It Down っていう曲、もともと知らなくて、いやそれ当たり前か、試しにこう聞いてみた瞬間、ダサさの隙がない、初めてに等しいって言っていいほどなんか衝撃を受けた曲でもありました。こんなかっこいい曲が世の中にあったんだっていう風に気づいたのが高校2年生の夏。それで自分ロックを知ったきっかけが、僕の友達とカラオケに行った出来事でした。僕はその時ワンオクとか全然知らなくて、知っててもディーパーディーパーぐらいだけど、その中で僕の友達の一部の人、自分ロックを歌ったんですよ。なんか面白いミュージックビデオの映像だなって思いながら聞いてたんですけれども、もうなんかこれまでにないテンションの上がりよう。だからもうなんかすごい高麗人参みたいな、曲で人間は変わるんだ。自分ロック本当にありがとうございました。で、あとはノーバディーズホームか。まあ、この曲はもう言うまでもないか。この曲は親に向けて作った曲で、初めてこの曲を聴いた時泣きました。いや本当に本当に本当にやばい。いや本当によ、いやマジで、いや本当に武道館の時のノーバディーズホーム歌ってる時、タカ涙目になってて、目がねうるうるしてたんですよ。その中で歌うノーバディーズホーム、こっちまで釣られちゃう。ワンオクの曲で初めて僕の心を動かしてくれた曲がノーバディーズホームでした。すごい印象深いなっていう曲が収録されている日チシンドローム。それで第5位ですね。見事ランクインです。ということで、第4位はですね。待って、日チシンドローム第4位はですね。人生かけて僕は。間違ってこの上座っちゃって、ひび入っちゃった。ということで、人生かけて僕は初回限定版と通常版があります。なんでこのアルバムを選んだかというと、やっぱりこの人生かけて僕はは、僕にとって初めてワンオクを好きになったアルバムと言っても過言ではありません。前の動画でも紹介した通り、僕が初めて買ったライブの DVD がこの人生かけて君はなんですよ。で、この人生かけて君はツアーっていうのが、この人生かけて僕はのアルバムを主体としたツアーライブなんですね。ワンオクをそこまで詳しくないよっていう方でも、やっぱりなんだろう、入りやすい
アルバムとなってますし、もちろんライブでもありました。僕はその時、Deeper Deeper、Nothing Helps、The Beginning、もう本当に定番なんですけれども、その曲しか知りませんでした。この3曲が入っているライブが、この人生かけて君は、これ見つけた時に、このライブやべえと思ってもう即買いしました。で、家帰って速攻見たらドハマりしました。やっぱり人間って新しく入ってくる情報にすごい抵抗を持つんですね。今思えばエンディングストーリーとかオニオンとかジュブナイルとかものすげえかっこいい曲だなと思うんですけれども、当時はディーパーディーパービギニングナッシングヘルプスとかそういう知っている曲をすごい好んでたというか、もうこれしかかっこいいのねえなって思ってたんですよ。だからやっぱり人に勧められた曲とかアーティストとかやっぱりね好きになるまで時間がかかるんですよね。待って、アルバム関係ない。やっぱりこれきっかけでワンオク好きになったっていうのがあります。懐かしいな本当に。ぜひこれから何のアルバム買おうかなって迷ってる方がいましたら、ディーパーディーパーとかビギニングとか定番曲が多く入っているこの人生かけて僕はこれすごいおすすめします。でもやっぱり自分の知ってる曲が収録されているアルバムを購入するとワンオクの沼にはまりやすいと思います。ということで第3位はですね、35海外輸入版、あえてデラックスエディションです。でもやっぱりこれ多いんじゃないかな。普通の通常の35とこの海外輸入版の35、どっちがいいって言われたら海外輸入版の方が多いんじゃないかな。15曲入ってこの赤いやつより安いんですよ。これは本当にコスパがいい。これまでワンオクが出してきたアルバムの中でもこの35っていう作品は一番ロックな気がするなって思ってます。ザ・ロックっていうような作品だよね。ペーパープレインさん覗いてすごいの見つけちゃった。本当に今例えばなんですけど、11曲目の 1x1、 これ B に注目してください。で、こっちを見るとほら B は大文字、頭文字を大文字にする。うん、これ海外版だからね。この海外輸入版はプラス2曲されて、ラストダンスとザ・ウェイバックが収録されています。プラス2曲収録されているっていうのもすごいのに、この2曲ともかっこいいっていうね。やっぱりこの35っていうアルバムはワンオクにとってすごい思いが込められたアルバムでした。世界に挑戦していくんだっていう思いがすごい詰められたアルバムの一つです。ワンオクにとっての分岐点というか、そんな感じがします。ライブでも実際に高野 MC で言ってました。すごい印象に残ってます。というのもあって第3位でした。ということでもう第2位ですね。早いな。第2位はアンビションズ。もう感づいてるよね。さっきも言った通り、好きな曲が入っているアルバム、これは強制的にランクインしちゃうんです。ボムザウェイが収録されて、じゃあこれはランクインしちゃいます。僕が初めて We Are 聴いたのが18フェスの時のことですね。初めて We Are 聴いた時は泣きました。なんだろうな、英語のくせに泣かせてくるじゃん。うん、でもやっぱりこのアンビションズっていうこの作品はボムザウェイが入ってるから、他の曲もすごいいいんですけど、やっぱりズバ抜けてすごいのがボムザウェイ。ボムザウェイが好きだから第2位だね。そして第1位は、まあ皆さんも知っての通りですね。いやもう分かってるよキョピヌさんって皆さん思ってると思います。このアルバムの収録曲の中でズバ抜けて好きっていう曲は、正直言っちゃえばないです。いや、もちろんアイオブザストーム、これ結構好きですよ。あの邪悪な感じから入ってってサビでは盛り上がる、そういうような曲すっごい大好き、好みだけど、ボムザウェイほどズバ抜けてすごい曲が僕の中ではこの中にはないんですよね。なのになんで1位なのかというと、これ理由は単純です。ワンオクが進化し続けてるから。やっぱりこの一言に尽きるね。中には思う人いますよ。やっぱ最新なアルバムとか曲が上位に君臨してるのは、なんか最近ワンオクを好きになった人みたいとかさ。時計大丈夫？僕もすごい昔からワンオク好きになったわけでもないので、まあなんかいろいろ言えないんですけれども、僕はもうワンオク以外のアーティストの曲正直あんまり聞いてないです。なので他のアーティストはわかんないんですけれども、やっぱりワンオクの作品アルバムってどんどん進化してってるって明らかにわかります。ニッチだったり人生かけて僕はとか35とかアンビションズとか、曲調がこう変わってるのにもかかわらず、僕の場合は最新になるにつれてどんどん吸い込まれていくっていうのが強くなってきてるんですよ。先のことを考えると、どんどんアイオブザストームのランキングもこう下がってきます。そういう傾向にあります。それはなんでかというと、ワンオクがどんどん進化し続けてるからです。わかる人いるかな？まあ、決してね、1位がビームオブライトとか、贅沢病の人が、ワンオクの進化にまだ気づいてないっていう風に言ってるわけではありませんよ。これは勝手な僕の妄想です。うわぁ、ブスだなぁ。はい、ということで、ワンオクのアルバムランキング5位までね、紹介してみました。パッと見すごい面白みのないランキングとなりましたけれども、悔いはないというか、トップ5はこれでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。概要欄にインスタやツイッターの URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいて、フォローの方よろしくお願いします。ビビー。